はい、こんにちは、コムさんです。ウィリアムズの FW14B のね、続きやっていきたいと思います。前回ね、ブルーね、色はね、ちょっと濃ゆいめのね、ブルー目指してたので、タミヤのね、ブルー使いました。で、それではね、ちょっと少しね、色がね、こうくすむというかな、濃ゆすぎるのでね、どっちか言ったらタイレルより系のね、ブルー系になっていくと思うのでね、その上にね、ブルークリアを吹くというのを見越して、タミヤのブルーです。ピュアブルーとかね、にちょっと濃ゆいブルーの入れてみたいなのしてもいいかったかもわからないんですけどね、これの方がね、簡単にいくかなと思ったんですね、コムさんがね。ちょっとね、前回動画で上げたより若干青みがかってると思うんですけどね、もうこれブルークリア実はこれ上に吹いておりますっていうのは、もうこれのコーティングしたかったので、ブルークリアでね、コーティング兼ねてね、色合いを合わすと、ちょっと青みを出すというか、ね、これ動画ではね、ちょっと ものすごい濃ゆく、画像ではね、ものすごい青濃ゆく見えるんですけどね、これ、ライト近づけてというかね、もうちょっと明るいところで見たらね、結構鮮やかな濃ゆい青です。濃いめの青ですね。鮮やかっていうよりね、濃いめのブルーですね。はい。どの辺でやったら表現きちっとできるかな、ここかな、ここ、ちょっと青がね、ノーズで見ようか。ノーズね。こんな感じ。わかるでしょうか。ちょっと、青い。ちょっとわかりにくいかな。こんな感じ。今ちょっと見えてるの青いの、ちょっとね、青いですよね。青ばっかり言ってますけど、ね、さっき。このぐらいの青をね、目指してたんですね。ピュアブルーとかね、普通の青はね、ちょっとね、明るすぎるんですね。で、タミヤさんのブルーではちょっとね、ちょっと濃ゆいというかね、な感じなので、って感じです。ブルークリアでね、調整しようというあれで、感じでね、やりました。で、ブルークリアを吹いておりますと。この話をするのにね、随分かかってるしね、まとまった話はできておりませんが。はい。ではね、今回は、これ白ね、白の塗装、フロントウィングね、こんな感じで仕上がってます。これもね、めくっていくので、もうこれめくりましょうかね、今持ったついでにね、めくります。で、リアウィングね、ちょっと埃ついてますけどね、リアウィング、これとね、小さい方のね、これね。で、これ、リアウィングもね、この翼端板はちょっとこれ、同じ色のね、やり方でつけております。こんな感じ。コムさん好みの、ちょうどいい、コムさんのね、コムさんの思うところの FW14B の青かなという感じに仕上がっております。大変気に入っております。薄いね、綺麗な青で、青が好きな方はね、綺麗な青で仕上げている方もおられますしね、指定色が、そういう感じなのかな、ちょっと鮮やかめの色、青って感じなのかな。ちょっとね、薄いんですよね。薄いって、コムさんがですよ。コムさんが、このコムさんの感覚、もうなんかね、しどろもどろ、カミカミになってますけどね。コムさんの好みの FW14B ということで、いったらちょっと鮮やかすぎるかなと思ったので、この、やり方で青を出してみました。はい。ちょっと待ってくださいね。これちょっと折れたらあかんのでね、ここ。優しくね、取っていこうと思います。ここのね、フラップの部分はね、弱いので、ね、こことここしかついてないしね、これほんでカーボン調なんですね。でね、カーボン塗装しようかなと思ったんですけどね、今回もね、もうおとなしくというかね、カーボンデカールね、おとなしくね、カーボンデカールでね、やっとこうかなと思います。もう余計なことしてね、第1回目のね、コムさんのね、前も言いましたけどね、
長谷川さんの FW14 は作ったことあるんですよ。はい、あるんですけどね、藤見さんとかねはないのでね、ないというか初めて、このキットに関しては初めてなので、1回目からね、ドツバマルというか失敗してしまうとね、情けないというかね、いや立ち直れない気がするのでね、はい、カーボンデカールね貼っていきたいと思います。とあ、すいません、ちょっと一旦止めます。はい、続きです。ちょっとね止めましたすいません、止めましたよ。ここね、白、あ、ちょっと光ってると思うんですけど、光ってないか、光らないな。ちょっとここね、白塗っております。で、ここからこっちね、このラインからこっち、ちょっと分かりにくいですけどね、カーボンデカールね、ここに合わせて貼っていきたいと思います。こっちね、ここ貼りたいと思います。裏はね、どうしようかな、裏もまあ貼るかな、貼るかもしれませんけどね、やっていきたいと思いますね。で、ヘルメットはね、こんな感じ、あの顔にあんまりかからんようにと思ったんですけどね、結構かかっておりますけどね、まあまあマンセルの顔はねしっかりと残っております。これまたね、デカール貼ってね、クリア拭いたりしたら、これね、ちゃんとまたここにね、まっすぐに固定したいと思いますね。で、これボディじゃ体の方もね、塗装していきたいと思います。はい、そしたらどうしようかな、リアウィングシャーシー外そうか。ノーズはね、もうこんな感じなんでね、あれですけども、これ外していきましょう、外していきましょうってね、外していきますね、はい、外していきましょうって誰に言ってんやろね、いつも思うんですけどね、自分で言ってからね、多分またね、画面から外れたりとかね、無口になったりとかいろいろあると思うんですが、もうちょっとこう向けましょうかね、このぐらいね、ここで映るかな、ここはみ出しとかね、吹き込み、流れ込みはね、もしかしたらね、あるかもしれませんね。結構ね、しつこくね、緊張のあまりというか、吹き足らんかったらあかんと思ったのか、緊張のあまりね、たっぷりと吹きましたのでね、これは、そうか、ここは白塗装するから、ここはめくったらあかんねんな、ここキャメルイエローですからね、あ、すいません、失敗しましたね。でも一回めくりたいんですけどね、こうやって全体マスキングしようか、あ、そうしようか、ブルーがね吹き込んでたらあかんからね、綺麗に取ってっていう風にせなあかんからな、どうせここマスキングしたらここピピって貼るだけだからな、ですね、これどうしようかな、これもめくってマスキングして、まだマスキングするから、あ、そう、これはどうせ黄色塗るときにめくらなあかんのか、一緒やね、一緒やね、めくっていきます、めくりますね、マスキングもう一回やり直せばいいということでね、でこれうじうじと悩んでるだけね、時間がもったいない、早くめくれっていうね声が聞こえてきそうなので、はい、さっさとめくっていきますよ。さっきはやったから、ここね、こういこうか、もうね、このありがたいマスキングテープね、あ、ちょっとやっぱりね、ちょっとだけかすかに入ってますね、入ってます。これをここでこんなやったらね、他のとこどうなってるのかちょっと心配、ちょっとだけ心配ですね、はい、おお、あ、まあ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 いい感じ、違いますかね、これ、このぐらいやったらね、うわ、なんか白、青ってね、なんかどうなんやろ、めくれてきてね、急に青に白ってきたらね、ちょっとね、なんかね、違和感、でも、FW14 で、ここのね、部分が白い塗装の時も、グランプリもありましたからね、これはこれで、ええんかな、やっぱね、これもありなんですよね、本来ね。こんな感じね、どうでしょうか。で、ここね、実写ではここがね、こんな感じでないということで、ここ、コムさん、これ、角作ったんですけどね、またね、テープ貼ってね、ここ入らんようにしました。
あとちょっとこの辺の整形がね、もうちょっとちゃんとね、最終ね、綺麗にやりたいと思います。ですね。はい。んで、これ白やっていくから、ここはめくっていく。一旦まあ全部めくりましょうか。ね、ささっとね、優しくね、めくっていきます。コムさんのめくり方は若干激しいらしいのでね、ちょっと優しめにね、優しくね、バババババって一応ね、ガーッとめくってるようには見えますが、一応ね、力の加減ね、こうババッといくとこはバッといってるけどね、このあかんなと思うとこはね、スーッとこう力抜いたりとかね、加減めくれないような加減はね、やっぱりさすがにね、コムさんでもさすがにそれをやっております。はい、やってますよ、ちゃんと。よいしょ。この中でね、めくっていきますね。ちょっと待ってくださいね。デコがなんかかゆい。なんや、これは。ああ、しゃ。はい。ではね、ここらも全部ね、めくっていきますね。結構ね、あの後、マスキングやり直したりとかね。ああ、これは、あれやな。別にここまでめくらんでもええねんな。残しといてもええとこはね、残しときましょうかね。こうやってね、これは取りますか。ここは一旦取ろうか。ね。ここまでは一旦取ろうね。よいしょ、こんな感じ。こうはっとこうかな。よいしょ、よいしょ。あかんなと思うとこはまたね、貼り直すと。これはめくらなあかんから。ブルー気づかさないようにね。あ、こっちから行こうか。映ってないね。映ってるかな。映ってますね。これマスキング外す、あららららら。気持ちいいね。スーッとね、わあ、いい感じ。スーッとめくれていくんでね、これ。あ、鮮やか、鮮やかですね。ちょっとここ押さえといてね、ここ。なるほど。これね、コムさん、マスキングするときにね、水性の、ガンダムペンでね、ここ、ピッと印したんですよね。これではちょっと太いんで、まだ中入れたんでね、この水性ペン残っております。わあ、いい感じですね、これね。なんか FW14B っぽくなりましたね。これ、どうでしょうか。なったと思いますけどね。コムさんだけ喜んでますけどね。よいしょ。これもちょっと、ここちょっとあれやな、貼り直さんのあかんかからんな。そうか、これはもうあれやんね。外すんだ。外してね、マスキングするんで、これいらないんですよね、もう。そうです、そうです。そういうことですよ。はい。段取りが悪いんでね。よいしょ。よいしょ。それは緊張とも何にも関係ないですね。フォムさんがね、ただ単にね、勘違いとかね、そこに気づいていないというね、だけの話ですけども。映ってない。これまだね、ここはサフの状態なのでね、白のとこは。はい。白入ってね、誰に入って言うてんやろ。一応ね、画面の向こうの方にね、とね、対話してるような感じでね、思ってね、やってるのでね、こう言わ、おっしゃったかな、みたいなね、想像の世界かな。まあ、でもないかな。まあいいですね。はい、その深いところはね、軽く流しときましょうか。こんな感じ。もうこれもめくろうか。いらんからね。いらんことに気づきましたからね。よいしょ。それはそうと、この細かなパーツどこ行ったんだろう。どっかに置いたまま、箱の中に入れたんかな。あれも白塗装せなあかんね。よいしょ。こっち。もうめくっていこう、全部ね。もうこれで外れるんですよね、これ。外れるよね。無理やり外したらあかんけど。おー、なんか初めて。あ、でも一回ね、このままで見たいですよね。ついたままでね。これ白でね。
どんな具合なのかというね。で、これね、皆さんご存知でしょうけどね、このね、これ傷やったら泣きますね。取れない。あ、もう外れるな。気づいかしたらあかんので外そうか。よいしょ。外れました。外しました、結局ね。で、何だかな。あ、そうそう。このブルーとホワイトのね、境目にね、赤と白やったんかな。細いね。赤と白のラインが、白。赤と何やったかな。赤と白やったかな。ちょっと待ってくださいね。覚えてるようにね。あ、そうか、赤と白ね。細いラインがね、ここに入るので、なかなかいい色だとコムさんは思うんですけど、どうでしょうか。ここのラインもね、いい感じで出ました。あんまり曲がってないというね、でもちょっと曲がっているみたいなね、感じに見えるようにね、できてるんではないかな。いい色、青やと思うんですけどね、ここで画像で見る分にはちょっと濃いように見えますけどね。肉眼で見る分にはね、見る分でなんか発音悪いな。見る分にはね、コムさんの好みのね、ちょうど何でも言いますけどね、コムさん好みの青に仕上がっております。いい感じやと思います。逆にね、デカール貼ったりとかね、黄色とか出来上がってきたら、青逆に薄く見えるかもわからないな。うん、なんかそんな気してきましたね。元のままの方が、濃い感じに見えるのかもしれない気がしてきました。あ、ここねちょっと吹き込みましたね、奥までマスキング。だからこれね、後でね黒塗装するかなんかねした方が良かったけどね、またね塗るのでいいです。これはね、ここね、こっちもこう取って、はい、ここの部分ね、要注意です。よくご存知の方はね大丈夫ですけどね、あ、これ気づいたらあかんからあんまり入れたくないんやけどね入れちゃおう、入れちゃえ、入れました。ここのねライン、ここね、あとここのブルーのね、このサイドポンツーのね面、こう横から見ると面位置ぐらいがね、ちょびっとだけ入ってるかっていうね、際どいところなんですよね、ここのラインがね。これね、間違えてここで やったりとかね、まあ、奥で行く分にはね大丈夫ですけどね、ここらでやったらね、ちょっと足らないな青がっていうことになるんでね、作る方ね、初めて作る方か FW14B ね、あんまり世代ではなかったりしてね、の方はね要注意です。まあ、資料を見てね、よくご存知の方とか資料を見てねやられる方はね問題ないかとは思うんですが、はい、なことですね。ここも外していこうか。ここが一番心配なんですよね。ここね、できてるのかなってね。あ、そうそう。これも外れるんですけどね。どうしようかな。外さんとこうか。これね、一緒に行かなあかんのでね、外さないでいきます。このまま。あれ？横向きでカメラ回ってますね。びっくりした。なんか、いつも出てる画像が出てないんで。あららって感じだったんですけどね、今一瞬ちょっと焦りました。よいしょ、映ってないか。これね、これだけで、もう今ねだいぶ時間経って、まだこれね、白塗装してね、白塗装用のね、これはキャメルイエローやろ。あ、これ白塗装はこれだけ、だけやな。だからキャメルイエローの塗装と、白色の塗装の用のね、塗装用の何を言ってるんだろうの、マスキングねしていきたいと思うので、あ、これも要注意です。きつくやるとね、このアンダートレーね、バキッと割れるという危険性があるのでね、これも優しくねめくりたいと思います。よいしょ、ちょっとまた時間中途半端になっちゃうかもしれないな、これ
こんなんはね、後でめくればいいんやけどね。なんか気になるんですよね、こういうの。よいしょとね、こんな感じでめくっていきますよと。はいと。ね。映ってないね。よいしょ。はい、すいません。続きです。カメラ止まっちゃいました。またね、最大容量ね。最大容量になりましたみたいなね。でね、取り置きっていうかね、先取りっていうかな、取りダメか。っていうのが できないんですよね。最大容量で止まっちゃうんでね。まあまあ、ある程度は持ちこたえてくれるんですが、カメラね。あ、でね、今ね、こうやって、リアウィングね、リアウィングのマスキングをね、外していってます。映ってるかな？映ってますね。枠の中にね、入ってましたね。破損しないようにね、注意しながら、これも力入れてバーンってやるとね、折れる。というかね、中が折れますよね。はい。ここね、だんだんまた外れていってるな。よいしょよいしょ。クリアのね、ブルークリア吹いてるシーンも一応入れようかなと、やろうかなと思ったんですけどね。もうちょっとなんでね、またほんで中途半端になるじゃないですか。でもうやめました。ブルーの塗装と一緒なんでね、結局はね、ブルー塗装してるのと。なんかブルー塗装の続きでやればよかったんですかね。ちょっと時間あったから、ブルークリア、でもブルーがね、まだ乾いてない状態なんで、できないですよね。よく考えたね。はい。あとね、こんな感じでね、リアウィングの塗り分けね、できてます。んで、これは黒。カーボンデカールでいこうと思います。んでね、ちょっとね、ここらは綺麗にいけてるんですけどね、若干ね、ちょっとだけ出てるとかあるの、それはね、また、こう、下処理ね、したいと思います。ここ黒、ここも黒か。どうしようかな。下処理して、やりましょうか。大丈夫ですけどね。はい、それではね、続き、今度は、白塗装のね、マスキングのね、準備をしていきたいと思います。その前にこれね、ちょっとだけね、出てるとこあるんですね、ここに。これのね、下処理しようと思います。ペーパーも、これもね、これでいこうか。ちょっと大きいから怖いんですけど。これもね、綺麗に取っとかんとね、白をやった時にね、にじむ。こんな感じね。ここもね、映ってるでしょうか。このペーパーのヘリのまっすぐを使って、優しくね。マスキング、ブルーの方マスキングしてからやってもいいんですけどね、そのマスキングテープに、このブルーのね、粉がつくんですよ。ね。そしたらそのブルーがね、溶け出して上っ面に流れてくると。いうね、いたずらをする可能性があるんですね。なのかな。なので、コムさんは、マスキング前に削ります。ここ。ちょっと少々ぐらいはね、これあれやな、水性塗料やな。これも印したやつ残ってると。これは、ほこりの影。あとは大丈夫そうですけどね、こう、キャメル行くときのここか。これね。こういうのがいたずらされる可能性大ですね。こっちもね、ここ
あ、結局あの切ったやつやな、あれ切らんといたらね、早くに気づいてっていうかね、なんかそんな感じはしてたんですけどね、エルフのあのマークの稼働をね、そんな感じはしてたんですけどね、もうあのインスト正しいと思ってね、それ通り言ってたんで、確認したらね、やっぱりいらないと。定食のあれかな。はい、これでいいですね。あとほんで、ね、キャメルやるのと白やるのと、あとあのラインね、あれはさすがにね、あかん、ここ今やってる時に笑ったらあかん、動く、あれはさすがにね、デカールでね、いきたいと思います。あれもね、マスキングしてね、で塗装でね、でやったらね、相当ね、いい感じにはなるんかな。多少ね、あの大きく生かすとね出てきますけど、多少やったらね、クリアでね消えますよと。これはね、水で消えるか、水でいこうか。水やりたくないな、でもな、水性ペンも乾いたら水でなかなか取れないですからね。こういうのがね、ホワイトのとこはね出るのでね、しっかり取っとこう。よし、取れましたね。これで取れたと思います。はい、取れました。はい、こんな感じね、どうでしょうか。何でも見てますけどね、かっこいいですね。はい、ではね、白のね、マスキングやっていきたいと思います。あれ残ってるかな。こういこうか。こっちな、ここ貼ってね。こうしますわ。こうしますわってね。この角だけやからな。うわ、見えにくいな。ここで。外側がいるのでね、中じゃなくてね、さすがにこの角度はね、餃子作戦無理なんでね。よし、これでこっち直線で、だからこっちか、こっちのテープいうことになるねな、これ。これはまたこれでいるから、よし、これでいけるかな。あかんかったらまたね、やり直しなんですが、こういうのがつけにくいですよね。何遍もやり替えながらね。よいしょ。ああ、ここちょっと残っちゃってんな。これ切っとかなあかんな。うまいこと言ったんじゃないでしょうか。
うまいこと言ったような気がします。これでね、でここもちょっとまっすぐこっち向けてね、こうちょっとこっち、そうそうそう、かっこよく押さえてこう流れ込んだ、ここからねこうね、そしてこれがこっちピッとこう曲がると、うん、ちょっと微妙、ちょっとここ張り付いてもらってね、こうやな、こうです、行きました、行きましたね、これで行きました。ここはね、でね、あの何やろ、何をまた、ね、裏返しで使わなあかんのか、それともこれ使えるかやな、これ使えたらいいんだけどな、あ、これ使えそうですね、これこれ使います。若干ここ手直しいるんですよね、ここだけ使うんでね、プツンプツンとね、切れましたね。これはここね、よいしょよいしょ、いたいた、パーツの、パーツの上からね、塗装の上にガツンってカッター落として気づかしたあかんのでね、ちょっと逃がしました今、はい、あ、これピンセットもね、ホワイトのね、そんなん言い出したらね、もうねちょっとね、身動き取れなくなりますよね。ここ、こういった貼ってね、あ、映ってないかな、映ってる、よいしょ、ここ、ここ、で、この角言わさないようにね、ここ。言わさないようにでね、関西弁ですよね、角言わさないように、角をね傷つけないようにっていう意味ですよはい、折ったりね、折ってしまったりとかね、傷つけたりとか、角言わすってね、角できたらね、もうね、あんまりね、難しくないような気がしますね。ね、ちょっと待ってくださいね、これ。これ、コムさんなんで手でカットしてるからね、ここに入らないんですよね、これまだ大きいからね。もうちょっと。もういけるか、もういけそうやな。もう入れようかな。はい、切れない、切れないしか入らないんでね、手でカットしてました。あー、そや、ここや、ここ細切りマスキングいかなあかんね、ちょっと待ってくださいね、ちょっと逃げといてもらおうか、これ危ないな、よいしょ、よいしょ、なんで細切りマスキングかというとね、もうお分かりだとは思いますが、このね、白のとこちょっとね、カーブになってるんですよ。カーブというかね、丸くね、面取りっていうのかな、丸くなってるんですよ。これいけるかな、これで、ここね、ここ。
てね、これ曲がるかな。ちょっと手が持っていきようがないんで、ここ押さえたいんですけどね、こうやって、まあ、押さえた。こうしてここ。キュッとね、曲げました。これもあのね、あれあったらよかったんですけどね、あのマスキングテープね。あの君さん準備してくれたあったね、マスキングテープ、おっとっとっと、危ない危ない、よいしょ、あればね、ウィリアムズよく落としますよね、なんかね、やっぱりなんでやろ、ここね、映ってない、こうね、こうしてで、ここ、こう来てね、ここでキュッと曲げる。こんな感じかな。よし、こんな感じ。実際はもうちょっと大きく曲がってるかもわからないですけどね。そしてあとはね、どうしようか、これも細切りマスキングでいこうかな、こうね、でこうね、これさえひっつけばね、こうペターンとね、よいしょ、ペターンというわけにもいかなかったか、よいしょ、ちょっと綿棒でね、綿棒で押さえます、こうね、でできればね、一本物のね、マスキングテープでいきたいですからね。貼り合わせっていうか、貼り継ぎ作ったら、そっからね、要項されておけば問題ないですけどね、そっからまだね、入ったとかね、流れたとかね、言わなあかんので、このね、マスキングっていうやつは楽しいですよね。自分の思うようにね、やっぱり形っていうかな、まあやっぱ基本はまあ決まってますけどね、基本形は決まってますけど、あ、取れた、よいしょ、あれくっつかない、よいしょ、あれ、基本形はまあね、決まってますけどね、やっぱ
ぱりね、自分の思うようにね、こうマスキングでね作っていくじゃないですか、ラインをね。あ、ずれちゃったとかねどうやってんのこれ、くるくるくる回してるだけでしたね。細かすぎるとね、やっぱり若干こう体の方に引っ張りがちなんでね、いつも言うようにね。こうね、ここ。少しのズレはまたね、調整する。できましたね。ここちょっとよく曲がってるような気するけど、まあまあいいでしょう。なんか変なことしてたの、何やろ、クチュ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 って言いましたね今。細切りマスキングね、クチュ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 って切ってる時に定規切っちゃったのかな。スチールというのかな、ステンレスのあのあれ買おうかな、定規ね。仕事用のがねいっぱいあるんですけどね。どっちかな。あ、もうあれやな、時間がねどうやら来ちゃったようですね。ここ白ね、ここで白、ここ白ね、これで白の部分ねできました。あとまあ上ね、あ、そう、一旦止めますね。はい、続きですというかね、あのもう時間ないのでね、ここまでやりました。あのねマスキングね、やりましたここまでね。もうちょっとです、あの白の部分のねマスキングね。まだあとあの他のやつはね、あのキャメルイエローの部分はね、あれまだなんですけども、よいしょ、こんな感じね、やりました。あともう一枚ね、ここの吹き抜き、吹き込みっていうかな、別にいいんですけどね、ここは一応ね、よいしょ、こんな感じでね、吹き込みないように、こんな感じね、これでできました。白の部分ね、白の部分、青隠れましたね、これいきます、これでね。はい、今回はねこれで終わっておきたいと思います。最後までねご視聴ありがとうございました。まだね次回もぜひねご覧になってください。で、いつものお願いですけども、コムさんのね元気の源チャンネル登録よろしくお願いしますということでね、今回はねこれで終わっておきたいと思います。FW14B でした。それでは、さよなら。